ろ。あのね、あの手でやると本当競争することになっちゃうの。この手と、おい、だから僕は足でやってんの。足でこういうの、足、手は置いてるだけだよ。置いてるだけ、手でやってないの。みんなこう癖だからね、癖だからこう手持たれると手でやる、競争したくなっちゃうので、それは分かるんだけど、こういう場所だから手を使わないで足だけでやるっていう、そういう練習をしてるの。こういう足だけ、足だけ、手は上下してるだけで、 手でやると怖い、うん、自分が傾いてもやっつけて勝ったとか負けたとか言ってるんだけど、手をやらないんだから、やらないんだから、手でやってないよね。足でやってんだよね。足っていうか体でやってんだよね。体でやってんだよね。で手は上に上げただけ。そして落としてきた。手でやってないの。手だから、手でやる練習してるんじゃないんだから、手でやらない練習をしてるんだから。手でやらないのどうしたらいい？手でやらない、こうやりたいの。手でやらないの、こういうふうに下に落としてんの。手でやらない練習、うん、まあ下ね、こう来たら手でやらないの。手で足さばきとか腰さばきとか、そういうことでやってんの。手を使わない練習をしてんだからね。あの、手を使わない練習で下やってみましょう。下、いいとこ来れば、自分がいいとこ来れば、彼のいいところに来れば、手でやる必要ない。なんこう手でやろうとしたら腰回してボカってしちゃうの。だからあの、こうに入ってるの。それから下落としてる。手でやってないんだよね。だからそういう練習をしてほしいんですよ。手でやらない練習だから。だから、それもう少し下の方やってみましょう。手を使うこと考えてるから、こう、手のこと考えてる。自分は。じゃなくて、足を使うこと考えてるの。足を使うこと考えてるってことは、こう来たら、足なの。足しかないの。手を使うと、競争しちゃうんだよね。だからこういう風に入ってきて、そう。で、回って、こうに来たら、落とそうと思ったら来てもらっちゃってるって形。じゃなくて、こっち入ってんだから、こっち。こっち入ってんだから、こっち。それから下落としてんのね。こう来てんだから、ここに落としてんの、ここに。ここで競争して、競争するのは、これは、まあ、癖だから、しょうがないんだけど、競争しない練習してるんだからね。そこを分かってほしい。競争したがるの。必ず腕は競争したいの。だから、こう、うまくやって、彼女を崩していきたいと思ってるんだけど、足の練習なんだから、足の練習。だからそういう風にやってほしいんだよね。じゃあこうやってやって転換して、向こうね、転換で、彼女は待ってんだけど待ってないの。こういう風にやったらさよならって、安定してる、自分が安定してる。こうやってやってきて向こう、そしたらさよなら、安定してると一歩踏んで彼女は来るの。一歩踏んで、そう、突きに来るとかね。でも、僕はいないんでしょ？いないっていう。いないの。いないでさよならしたの。で、安定してさよなら、前が離れてれば安心。何にも彼女を妨害してこないよ、自分の。ここにいるとやられちゃうの。あーってやられちゃう。こっちやったらやられちゃう。だけど、こういうふうに来て、さよならって言ったらさよならなんだから、安心、彼女離れてるからね、全然安心。
ピストルとかそう持ってれば別よ。でもまあそういう話ね。だからこうやって来たらこうやってさ、で安心安心安心の位置、安心の位置取り、安心の位置取り、安心の位置取り。じゃあそれだけやって、それで手を気にしないってことね。手をこういうふうに競争してやられちゃうな、やられちゃうんだよ。だから手を気にしないでさよならって、そういう感じ。じゃあそのそれからやりましょう。どうぞ。こうこう、癖だから、これ癖だから、こう関係ないの。で向こうにさよなら、関係ない関係ないの、それさよなら。パクンってきた、パクンってきたら、力が入ったらボカって引っ張り込んでボカってくるの。あ、こうやってあしちゃうんだよね。だから来た時に力が入んないようにしてんの。触ってんだけど力が入んないようにしてんの。それでさよならして、力が入ったらあやられちゃうんだよ。だから力が入んないの。でさよならで安定してる、そういう形ね。それで今やったんだけど力入んない、力入んない。そして入る時にこういうふうにあったら、これは後ろ行く後ろ、ね、ここをパクンって加えたらやられちゃう。だからこれ触らないようにこういうふうに、そして自分がこっち入る、こっち入るときに落としてんの、自分のとこに。そして彼女の前にいたらやられちゃうの。だから彼女の横にいてこういうふうに、ほら、そうすると彼女はどうしようもないの。そして足が自由だからこういうふうに入る。手でやってるわけじゃないの、手でこういうふうにやってじゃないの。これが行くから、後ろに行くから、こういうふうに入ってきて、後ろに入ってきて、こう後ろに、僕がこっちへ行くからこういうふうに入ってきたの。そしていないの、いない、ここにいたらやられちゃうの、ここにいるの。だからこういうふうに入ってるのね。そういう形。じゃああんまりここを取りに行かないで、これにパクンって来た時は、パクンって来た時は、力が入った時は、僕はいい位置にいるの。いい位置にいるの。それで落としてんの。それで上げてんの。で、遠くじゃない。近い。そして足が自由。こういう感じね。じゃあ、入り身投げやってみよう。はい、どうぞ。見てるとね、見てるとですけど、こうに来て、ここを自由にして、彼に自由にして、彼、ここ自由なの。自由だとこうに来て、それから落として、それからこうじゃないんだよね。ちょっとうるさいね。ちょっとうるさいけどね。こう来た時に、へその中にいてるの。へその、自分の中に、こう行って、こっち行く時に、へその中に入れてんの。へその中に。だから、彼が崩れてんだよね。崩れてないの、これ。崩れてないの。でも、へその中に、こう来て、この手はへその中に。っていうことは、自分のところにこうに入ってる。だから、崩れてる。ね、そういうふうにやってんだよね。この時に、こう行くんだけど、この時にへそに入ってる。そしてこうね、後ろ足が自由、そういう感じ。まあこういう時こう入ってくるまで許してないってこと。入ってくる時にこういうふうに入ってくる。だから厳しいですよね。ちょっと厳しい。で、今度は、こっちが来たんだけど、今度はこっちの手で、こう。こっちの手で。
こっちの手、こっちの手で自分の中に入れてくる。自分の中ってことがここに入れてくる。こっち、こっちの手、そして この手でこうね、そういう感じ。じゃあちょっとあの小手返しかな。みんな離して、こうやって離して、こう離してんの。離してると弱いの。ちょっと彼女がやってる。こういうふうに離してると弱いの。お、いて、そしたらこういうふうにほら、いくらでもできるの。こうやってやって、こうやって、いくらでもできるの。離してっても、でもね、近いと、近いと、こうに来たら、やられちゃった、やられちゃった。だから近い方がいいの。離しちゃダメなの。離しちゃうと、自分の力が遠くに行っちゃうの。だからこのへその重心も使えないし、どうしようもないの。こうやっちゃったら、もう、圧力は何キロか分かんないけど、これより体に入ってきてたら自分の体重使えるんだよね。こういうふうにね、こういうふうに、こういうふうに。だからそういうふうにやってほしいんだよね。だから話してやる癖がある人は、自分が近づくのをこういうふうに、自分の体重でやるっていうことを考えてないとダメね。こういうふうに来たら、離れてたら近づけるの。近づけて、あ、ちょっとボキッつった。近づけて、こういうふうに、こう近いの、近いの、こういうふうに近いの、離してないの。こうやってやったら、こうやって起きて、こうやってやったら起きちゃうんだよ。だけどもこうやって近くにこういうふうに来てれば起きれないんだよ、彼女は。僕の体重があるからね、体重までは起きれないんだよ。自由なんだよ、あの。ところがこういうふうにやってたら起きちゃうんだよ。だからそういうことね、そういうこと。じゃあ今度はここは遠く離さないの、近いので、自分の体重、この体重を使ってんの。こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに体重を使ってるって、そういう形ね。それでやろう。でこういうふうに来たら、こう離れてんだよ最初は。でもこう近いの、ほら近いの。こう離れてんだけど、こういうふうに出てくることによって近づいてくるの、彼女近づいてくるの。こうやって離れてんだよ、離れてここまで作用してね。でこ彼女はこういうふうに回ってくるんだ、回ってきてボカってこう来るんだけど、ここの手でこの手を見てるの、ほら。でこういうふうに出してるの。でこういうふうに近いの。だから行かないの。こうやってやって出してる、ボカって来るんだけど、こうやって来てる、おほら、近いの、ほら、近いの、ここに。何しろ近いの。そういうふうにやって、塩投げ、じゃあ、指示にしてやりましょう。もらっちゃったらしょうがないの。だから、何人かに言いましたけど、ここにいたんじゃでやられちゃうってこと。やられちゃう。だから彼女の資格もらいたいの。資格もらって自分が安心したいの。だから最初こうやって転換してさよならっていうのも資格もらう。彼女の資格、ここね、彼女は何にもできませんよ、こういう状態。それでさよならしてるの。そしたら何にもできないの。でもここでやり始めちゃったら、彼女のこの手は待ってる。膝も待ってる。で、やり始めたらダメなんだよね。やられちゃうんだよね。で、やられないことが武道の練習だから、やられないように資格をもらって、それから何かやりたいの。それから例えばこういうふうにできたら、こういうふうに。だから、表だからこっち入りましょうって、待ってんだからやられちゃうんだよね。だから、資格をまずもらって、それで、あ、表入れるんだ。この手が来るけども、こういうふうに出してくれば、前に入っても来れないの。ほら、前に来ても来れないの。
そうで裏の場合はこういうふうに入って資格もらってね、こういうふうに入ってきたの。そしたらこういうふうに入ってきたの。そしたら資格ずっと資格でしょ。だから彼女来れないの。だから表だからこうだとか裏だからこうだとかそういうことをあんまり考えてないんだよね。でこう資格もらうこと考えてるの。資格で僕が何でもできます、彼女は何にもできません。それから考えてるの。それからこういうふうに、そういうことね。そういうことで、こういうのもそう、資格もらってるの。だからこういうふうに、こういうふうに、この待ってりゃ来るよ。これ待ってりゃ来るの。来るの待ってんだから。でも来る前にこう後ろを通してんの。だから来ないの。だからあの なんていうの、そのタイミングもあるんだけどね。あの形はいい形だけどタイミングが悪いからだもらっちゃったって、そうならないようにしてほしいの。で武道だからね、武道の稽古でやってるんだから、いつも彼女と自分の対峙してるのは彼女と対峙してるの。ってことは武道だからいつも勝ってなきゃいけないの。自分が勝ってなきゃいけない。いつも資格もらってる。いつも自由に動ける。そういうふうにやってほしいんだよね。そういうこと。そう、もう全然離れてんだけど、次はもう感づいてると思う。これが仕事だから。これ。仕事。ね。あのこれ形はこうだけど感づいてるってのが仕事。形は同じ形、こうやって持ってこうやってやってんだけど、同じ形かもしれないけど感づいてると感づいてないじゃ全然違うからね。だから武道だから感づいててほしいんですよ。感づいてる、ここ感づいてるの。だからこういうふうにいろいろできるの。こういうふうにいろいろできるのね。そういう話ね。で、こういうふうに来て、こういうふうに来たら、こう、この、根底ね。こう、こう。そしたら、こう。感づいててほしいの。感づいてて、感づいてるのは仕事だから、ここ感づいてなかったらもう、どうしようもないの。これ、もらっちゃってもうそれで終わり。で、形よく、彼女はサービス受け身やってくれますよ。やってくれるけども、ここを感づいてるってことは全然違うの。ここで、ね、ほら、来ないようにしてんだから、こういうふうに。それで足だってこう、来ないようにしてんの。それからこういうふうに入ってんの。こういうふうに。そういう話だからね。じゃあこういうふうにやって、こういうふうにいなくなって。で、下来たら、これ待ってんの。これ。この手、この膝、待ってんの。で、これ行ったら、手に行ったら、これ、来ちゃうよ。でもこの手をこの手で止めたいの。それからこういうふうに出た。で場所がなくなって彼女は倒れた。そういうふうにしたいのね。じゃあこういうのこう後ろ入って向こう、それしたらこう来たらこう待ってるの嫌だよって止めた。それから出た。それからこういうふうに来た。それでこういうふうに押さえた。じゃあそういうのやってみよう。じゃあ一挙の形になるから。じゃあ、それでやってみましょう。正面打ちってのはね、こういうふうに待ってりゃ来るの。そして、この手がすごく気になるの。このまま入っていったら、やられちゃうんだよね。だから、この手を止めなきゃいけない。この手。それで、こういうふうに入っていく。ね。そういう形。じゃないと、こういうふうにむやみに入っていけばやられて終わり。刺されて俺は死んじゃった。あとは頼むよって言ったんだけど、こうやってやられちゃって、いくら形よくやったってダメなの。やられないようにしたいの。武道なんだから。こういうふうに打ってくるんだよ。決断して、彼女は決断して打ってくるの。こう、バッて打ってくるの。で、こういう形だから。こういう形だから、こう上がってきた時に、来てんだけど、ここが生きてったらやられちゃうってこと。だから、こう上がってきた時に、見てるってこと。見てるって、で、ここは強いんだよ。こったら強いんだよ。で、こう力抜いて下がれば下がれるんだよ。
彼女は下がれるんだよ、こういう。そうすると、ちょっと、下がれって、やられちゃうんだよ。俺はやられちゃうの。だから、やられないようにするために、ここに、競わないで、ここの手を見てて、捨てて、で、入ってくる。そして、居場所をなくしてから、こういうふうに。そうすると、表の一挙ができるのね。で、そういう学びっていうのがいっぱいあるから、そういう形っていうのはあるんだけど、こう、ここに来てたらやられちゃうんだから、こっちを見て、こう、上がって、すぐに落とすときに、こっちにやられないように、自分の身の安全を考えてんの。だから、やばいなーって、こういう。それからこういう形ね。で、表。そして、裏の場合は、まあ、どっちでもいいな。こうやって上がってきた時に、こういうに入ってきてもいい。打たせちゃって。彼女が打たせちゃって、ここで競争するんじゃなくて。こう、打たせちゃって。それから、こういうのもあり。それから、上がってきた時に、こういうに入ってきて、いなくなって、こういう。形でもいい。でも表の方が難しいからね。表の方はこれがあるから、これやられちゃう。で、上がってきた時にこういうふうに出して、そしてこういう形ね。じゃあそういう形で表と裏と一挙正面打ちで一挙やりましょう。どうぞ。で、こういうふうに来て、こういうふうに来てね、こういうふうに来たんだけど、彼女が嫌がって、こういうふうに来たら、こう持ってきて、こう、隙間からこういうふうに、二挙。これね、二挙ね。そして、嫌がって、こういうふうに来たら三挙。そして、嫌がって、こう来たら四挙。で、こう来たら五挙って、こう、五挙。こういうふうに。形になってんだけどね。だから、こういうふうに来て、ね、来たんだけど、こうに、で、残ってたら、そしたら、こっちから行ったら、彼女、もらっちゃうんだから。だから、こう来たら、彼女起きてきたら、こっちに入んなきゃダメ。こっち、四角。それで、こういうふうに入ってる。こういうふうに。それで、これが嫌だよって言って、こういうふうに回してきたら、こう、四角から、こういうふうに、左手と右手で、こういうふうに四角。で、これが嫌だよって言って、こういうふうに回ってきたら、あーって、これ使おうと思ってきたんだよね。そしたら、こういうふうになってるの。だから、こういうふうに入ってきて、こう、四挙。そして、これが嫌だよって、こういうふうになってきたら、こう、五挙。こう。そういう形ね。そう、まあ、二挙でもいいんだけど。まあ、そういう形で、こういうふうに。そして、こう。で、こうね。こう。で、こういうふうに。じゃあ、好きにやってください。一挙から四挙、五挙とかっていうのはね、こう、この手をどうするかっていうことを考えるんじゃなくて、自分の、この足が大事なの。この手はどうでもいいの。こうに来て、足が自由だと、こうに来るの。これ二挙。足が自由なの。足が三挙なの。だ、手でやってんじゃないんだよ。手でこうにやって、三挙やって、カーッとやって、四挙やって、こういうふうに。やってんじゃねえんだよ。やってんじゃねえんだよって。やってんじゃないんだよ。足でやってんの。足で彼女との場所を考えて、こうやってやってきたから二挙なの。こうやって自然と二挙。足なの、足。手じゃないの。そういうことを言いたかったんだけどね。じゃあ、呼吸法やりましょう。呼吸法、こういうね、こういうの、まっすぐ。自分がまっすぐが大事。そして、こう。そしてこう、自分がまっすぐ、こういうふうに
こう、こういう手、切りしてると、手で競争になっちゃうから。競争しないの。競争しないの。自分がまっすぐなの。そういう練習なの。こういうふうにやったら、競争じゃないんだから。競争じゃない。自分がまっすぐなの。ほら、まっすぐでしょ。何にも動いてないんだよね。そういうふうにやったんだ。まあ、そういうことね。じゃあ、呼吸法やろう。終わりましょう。はい。